田中康夫のだから言わんこっちゃないボリューム291、ぬらぬらしたものが安倍くんの憲法観にはない、コピーライト大勲位中曽根康弘王、論理矛盾な憲法9条論議を正すと題してお届けいたします。本日5月3日は憲法記念日ということであります。そして先ほど冒頭でタイトルで申し上げた中曽根康弘さんはこの5月の27日には100歳を迎えられるわけでございますね。私は中曽根さんとは幾度かお目にかかったことがあり、シンポジウムもご一緒したこともありますが、まず驚いたのがですね、終わられるとですね、ご自分の講演の内容を、秘書の方がテープに録音してんですね。今だともっとデジタルかもしれませんが、カセットテープで録音をされていて、それを帰りの車の中でご自分でお聞きになって、ここはこういうふうにもっと言おうということを考えられるというのを聞いてですね、これは逆に毎朝、朝6時の NHK のラジオのニュースをテレビでなくラジオを聞きながら水くろいをするとおっしゃっていた宮沢喜一さんと、もちろん歴史観は異なるかもしれませんが、非常に似通ったですね、やはりリーダーとしての心得だと思いました。宮沢喜一さんは逆にテレビの場合には映像があるから、どんな事件であってもそのレポートをする記者は言葉をはしょってしまう。どんなに駆け出しの記者であってもラジオの場合には 5W1H のそうした数字や名称だけでなくてですね、なぜそのようになったのかと、地図を見せることで映像を見せることで済ませてしまう、テレビニュースとの違いだということをおっしゃっていました。中曽根さんもある意味では非常に言葉を大事にされる方であります。その中曽根さんが今から2年ほど前に安倍君の憲法観にはぬらぬらしたものがないというふうにおっしゃったんですね。安倍君という言い方は別に私がしてるわけではなくて、中曽根さんが行ってるわけでございますから、これは許されることであります。こうした変幻節句のところを捉えてですね、今や何か、お申し立てをすることくらいしかできないという、もう弱くなってしまった皆さんにはもう本当にご愁傷な思いであろうと思いますが、すなわち中曽根さんがおっしゃってることは、この国というものを、国家というものをどのようにしていくのかと、そのために憲法がどうあるべきなのかという、そうした情熱パッションも、あるいは使命感ミッションも、あるいはそれに対しての行いのアクションもいかがなのかなということをおっしゃってんですね。私の友人の浅田彰氏と共通しているように、憲法9条の1項と2項を残して、だからその精神は変わらないので3項として自衛隊を明記するというのは、これはもう論理矛盾も甚だしいわけであります。以前から申し上げているように、私は憲法9条を仮に改正するのならば、第1項としてはですね、日本は専守防衛であるということを述べる。そして第2項として、日本が海外での貢献というものは天変地異をはじめとする問題に関して世界の中でいち早く出かける、まさに人を殺しに行くのでなく人を助けに行く、自衛隊が国内において信頼を勝ち得ているのもですね、人を殺しに行くのでなく人を助けに行くということを行ってきたからであります。海外においてもですね、自衛隊が出かけるようになってもなおですね、南スーダンをはじめとする思惑の中で、逆に、制服組ではなくて背広組というものが、戦闘という言葉は戦闘という辞書の意味とは違うなどというですね、もう日本の国語を嘲笑うかのごときですね、発言。それは同時に、行政文書の改ざんということは繰り返し述べているように、日本書紀や古事記をはじめとする日本の、政治、当時も行政ですね、これが行ってきた記録が日本書紀であり、そこから私たちは学べるわけでありまして、そうした歴史を自ら改ざんをするということは、セクハラ問題云々とかいうことだのとはですね、もう桁の段階の違う話であります。で、今申し上げたように、憲法9条に関しては専守防衛を1項で、2項においてですね、海外に出かけるのは国内同様にですね、天変地異の時に真っ先に出かけるサンダーバード隊だということを明記するということだと思ってます。ご存知のように、自衛隊のことはザセルフディフェンスフォースです、
と述べるわけでありますね。セルフディフェンスフォースイズ、そして戦力というのはフォースであります。まあ複数形でも構いません。すなわち1項2項でですね、戦力は持たない、フォースは持たないと書いていて、セルフディフェンスフォースイズは存在するというのはもう論理として成り立たないということを繰り返し述べてきました。今回の、憲法の会合、まあ、民間の方々が、まあ、桜井義子様のような方がですね、開かれたところに安倍晋三さんがビデオメッセージをお出しになったと。この1年間で改憲の議論は大いに活性化し具体化した、大変喜ばしいと。最大の理由でなんでそのようになったかというと、憲法に防衛に関する規定が全く存在しないことだと。でも防衛に関する規定をするのであるならば、逆に今北朝鮮の背取りをカナダやオーストラリアが助けに来てくれてるというけど、背取りのようなものをきちんと取り締まるのは海上保安庁の仕事であります。海上保安庁の人間をどこかの知事選に出そうなどということの前に、それがパフォーマンスとみんなに笑われないためにもですね、海上保安庁の予算と人員というものをきちんと強化する現場の人たちは一生懸命やってるわけでありますけども、結果として拉致を防げなかったのも、無論拉致をした国がとんでもないことは言うまでもありませんが、拉致を防げなかったというのは日本の海岸警備が手薄であったということであり、それが今当時と違ってどのくらい変わってるかということも明確には言えないわけですね。昨年もですね、自衛隊が違憲かもしれないなどという議論が生まれる余地をなくすために憲法を変えるのだと。そこで憲法9条1項2項を残して自衛隊を明文化で書き込むんだと。これは冒頭で申し上げたように論理的に英語に訳した場合に異なると。日本語だけでしか残さないのかということになります。そしてその憲法改正に向けて共に頑張りましょうというのは、何か1日の日にメーデーの日が開かずにですね、28日に開くという労働貴族な連合と同じような、なんか拳の上げ方じゃないのかなという気がいたしております。もともとですね、憲法学者の大半が自衛隊を違憲とする状況がおかしいと言うけれども、良い意味で日本というのは憲法学者が訓告学派として述べる一方で、良い意味で日本というのは融通無下で来ているわけであります。でも融通無下ということはですね、何を無視しても良いということではなくて、私たちには基本的に、プリンシパルがある、つまりお天道様のもとで悪いことはしちゃいけないというのが昔からおじいちゃんおばあちゃんが述べたことですけど、その唯一のルールのもとにおいて私たちはですね行ってきたでありますからして、その唯一のお天道様のもとで悪いことはしちゃいけないという大元のところで、どうも違うことが起きてやしないかという時に自衛隊だけを書く、じゃあ海上保安庁は書かなくてよいのか、警察は書かなくてよいのか、消防や救急は書かなくてよいのか、その他の組織もですね、じゃあ例えば、サイバーテロを防ぐための研究機関は書かなくてよいのかということになると、これはもう本末転倒になっていってしまうわけですね。ということで、そのぬらぬらしたものがないとおっしゃった、なんかその安弘さんのご意見、そして新聞等もですね、保守系と思われる新聞においてもですね、そうした問題がどうも憲法は改正できないんじゃなかろうか、ただその旗を下ろしてしまうとレイムダックになるし、そのごくわずかの周囲の取り巻きの支持者が落胆するからというのは、これこそまさに本末転倒なわけで、憲法がそんなに大事であるならば、そんなに憲法を安く扱うなということであります。まさに共に頑張ろうなどというですね、福島みずほ担当同じような言葉で締めてしまうというところは、いずれの側からも憲法はきっと泣いてるんじゃないかなと思います。関連の資料もお付けしておきます。